陣通は、海上自衛隊の護衛艦、阿部熊型護衛艦の2番艦。艦名は、陣通川に由来し、この名を持つ日本の艦艇としては、旧海軍の川内型刑巡洋艦、陣通に続き2代目にあたる。陣通は、中期防衛力整備計画に基づく昭和61年度計画1900トン型を継型、護衛艦1230号艦として、 日立造船舞鶴工場で1988年4月14日に寄港され、1989年1月31日に浸水、1990年2月28日に収益し、舞鶴地方隊第31護衛隊に編入された。1992年12月7日、津島海峡東水道にて、ロシア海軍ウダロイ旧駆逐艦,艦、アドミラル取り物を監視する。 2003年11月6日、舞鶴地方隊、第24護衛隊に編入。2005年6月17日、大港地方隊、第25護衛隊に編入。低傾向が舞鶴から大港に転籍。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第25護衛隊が第15護衛隊に解消され、護衛艦隊令下に編成がえ、 2010年7月23日から7月27日まで、ロシアのウラジオストク沖で、市政130周年記念行事と、観艦式に参列後、第11回日露捜作、救難共同訓練ソレックスに、護衛艦、ヒエイと共に参加。2011年6月1日、編成外により、護衛艦隊第13護衛隊に編入、提携校が大港から佐世保に転籍。 ありがとうございます。